モニーを開催いたします。さて今年のケゴ公園天神光スクエアは3年目となる天神クリスタルステーションがさらに輝きを増して再登場いたします。そして最大の目玉は音楽に合わせイルミネーションやムービングライトが多彩な光を彩る音楽と光の演出ライトマジックショーです。こちらは開催期間中毎日午後6時から午後10時まで30分おきに実施されます。およそ5分間のショーをお楽しみください。このクリスタルステーションの正面側よりご覧いただきまして公園全体が変化する模様をお楽しみいただきたいと思います。本日のこのオープニングセレモニーではこの後まもなく午後6時よりライトマジックショーのお披露目、そしてその後には人気ゴスペルグループソウルマティックスのライブも予定しております。どうぞ最後までこのケゴ公園でお楽しみください。それでは午後6時まであとわずかとなります。今しばらくお待ちください。長らくお待たせいたしました。それではただいまよりケゴ公園天神光スクエアの点灯を行います。一緒にお楽しみください。それでは音楽と光の演出ライトマジックショースタートです。
さあ皆様いかがでしたでしょうか。音楽と光の演出、ライトマジックショー、色とりどりの光が渓谷公園を彩ってくれました。さあそれでは本日のオープニングセレモニー、ここからはゴスペルライブでお楽しみいただきたいと思います。天神光スクエアオープニングセレモニーに花を添えていただきますのは、ソウルマティックス with FSM ゴスペルアンサンブルの皆さんです。プロフィールを簡単に紹介いたします。現代ゴスペル300曲以上レパートリーに持ち、国内外から奇跡の声と称評される日本を代表するゴスペルグループソウルマティクス。その幅広い音域や声、バークリー音楽大学、語学留学、海外研修などで培ってきた経験と知識により、ジャネット・ジャクソン来日公演の参加やミュージカル出演、メジャーアーティストとの共演など、プロの第一線の現場から全国の小中高等学校、特別支援学校での年間60本を超える芸術鑑賞会、老人福祉施設への社会貢献活動まで各方面で確かな実績を残してらっしゃいます。そしてディレクター池末さんの教育メソッドを用いまして、専門学校やボーカルスクール、プロダクションへの講師派遣、 K-POP や J-POP アーティストとのレコーディングディレクションなども行ってらっしゃいます。で本日はこのソウルマティクスに加えまして、福岡スクールオブミュージックの学生さんが入った特別編成にてお届けいたします。それでは皆様ごゆっくりお楽しみください。それではよろしくお願いします。ジョイフルジョイ